さあやっていきましょう。水流戦、島貴族フォルネウスのしもべ水流。さあ我々水耐性はつけてきた、武器も強くなった。マタドールかな、絶対ブレスよね。全体防御しながらムーンシャインを回復できるタチアナさんに打ち、相互回復かな2人で、ロビンさんを回復、スコール、あ、ブレスではない、これは勝ったのではなかろうか。無駄な回復が入る。いや、いい大丈夫、慎重に行け。うわ999、場の属性か、なるほど。カウンターは若干怪しいからライトニングピアス、場の属性を変えるのであればちょっとゴールデンバットかな、ブリッツランサー手に入れたんだが、大進撃で場の属性を変えていく。ムーンシャイン回復したんよね今、ムーンシャインで回復しながらフランベルジュブルクラ、これあんま意味ないかもしれん、場の属性変わんなかったら、敵がマックス回復してしまう。さあ397スコール、このスコールで毎回水にしてくるのか、すげえ厄介。ムーンシャイン起こす、これでカタリナさんマックスでしょ、大進撃打てなかったから属性変わらんよね。うわー、属性が変わらん、地層が変わらん、ちょっと地層変わるまで防御する。ウィンドダート変わらんかね、ウィンドダートで変えて、ブルクラもちょっともったいないから打たないでおく、ひらめき機体でパンチでもよかったが、でノーラさん回復、おお、これ普通にマタドールできるね。ダート、地層変われ、大進撃、地層変われ、お、何もない、戻っている、地層が。角やってくるんだったらマタドールやっておこうかな、悪くない選択肢、マタドールは多分。そしてブリッツランサーがあるからエイミング打てる、イビルアイ十文字切り、ブルクラもフランベルジュ、ブルクラからパワーヒロビンさん、このスコールか、スコールすぐ打ってくるな、やべえ倒せねえ、強すぎる。地層を上書きするのがなかなかむずい、エイミング、いや変わらんでくれ地層、うわーダメっぽい。嘘だろ、うわー高烈、おナイス、マタドール970、しかし回復されてしまう、大進撃打ったから変わらんかね、なんだどうやったら変わるんだ、上位互換とかあんのかな、水を書き換えるには何とか決まっている、999変わらん、巻きつく、ナイスカウンター、カウンターしてもさマックス回復されるんよ、サクションはね多分場が風属性になるんじゃないかな、パワヒ大進撃持ってるからどっちかで上書きってくれ、頼む頼む、上書きだね、マジか、いや多分またスコールやられるんよね、だからここはマタドールしても意味ない、ライピ打ちながら大進撃でスコールより大進撃の効果が勝つことを祈るしかない、ライトニング、このダメージはほんと無駄、2回攻撃、地層が変わんない瞬間に無駄、しかし今スコールやってこなかったから 地層が変わることもない、チャンスかもしれん、 HP が低ければ落としきれる、ライピーマタドールの方がいいかもしれんね、物理攻撃やられている、マタドールか、意外とスコール打ってこないんだね、地層が今解除されたから
高確率でスコールかと思ったが、別にそういう AI ではない。デミルーン、うん、スコール打たれない。オッケー、地層変わっている。この地層を上書きするの大変じゃないか。大進撃一旦蹴散るか。一旦蹴散ろう。ブリッツランサー、エイミング打つ。大進撃一回打って残り5か。エイミング2回までなら打てる。エイミング打ち、十文字打ち、デミルーン打って翡翠立ち、落雷、オッケー。オッケー、スコール打たれなければ大丈夫。翡翠、ミス。デミルーンエコー。ナイス、何個ひらめいていく。敵がスコールやってくるのが一番まずいんだよな。ムーンシャインがワンチャンスコールより効いて、場の属性を勝つことを祈って、ムーンシャインで回復しようかな。生命の杖、無料で回復できるんですけどもね。ロビンさん落としたくないからロビンさん回復。いやでも手前狙われるか。カタリナさん回復。そうだよね、スコール来るよね。カタリナさんに回復入れていたのはナイス。で、ここで地層が変わるかどうかの勝負だな。変わんな。デミルーン、よしよしよし、地層変わってね。マタドール入れながら、ノーラさん、水地層変わってないのに変えに行くのは悪手。いやでもここでスコールやってくるかもしれんから、そん時にどっちの地層が勝つかっていう勝負になる。大進撃打っといた方がいいのではなかろうか。マジか、地層大事すぎだろ。尻尾ナイス、カウンターしていく。十文字、そしてパワー比。大進撃、大進撃がこれでもう打てなくなってしまったから、地層の書き換えができなくなってしまっている。イビルアイ、十文字かけていくか、もしくは地層勝負に持っていって術をするか。しかし術ポイント5、ムーンシャイン一発分しかないのか。ムーンシャインに取っておきたいという気持ちあるな。でも地層されたらやばいよね。ファルシオン、デミルーン打ち切ったから、もうフランベルジュ。そしてデミルーンエコーは敵横列か。へー、範囲攻撃はでかい。フランベルジュで攻撃。パワー比は誰に打つか。ノーラさん減り気味か。ノーラさん回復。落雷っていく。307、オッケー。スコールじゃなければ全然オッケー。パワー比。エイミング、ちょっとマタドールがスカってんのかな。ライピーに変えるか。ライピーに変えながらパワー比落とし切りたい。頼む。387、後ろ全体スタン。ここがどうしようかな。もう一回尻尾来たら後ろ落ちるのか。ムーンシャインの使いどころかもしれん。ムーンシャインで地層変わるかもしれんから、地層勝負にも持っていける可能性がある。ライピースコール、怖え怖え怖え。いやでもムーンシャイン打ったから、ムーンシャインって地層ないのかな。地の術じゃないもんね、天の術だもんね。なさそう。これは失策かもしれん。回復する。999回復したらまずい。エイミング、終わった。地層変えられ。いやミスった、完全にミスった。今そうか、ロビンの術ポイント取っておかなきゃいけなかったね。こまめに風のなんだっけ、術ポイント1のやつを打って地層変えを狙わなきゃいけなかったんだ。いや完全に私の作戦ミス、すまんかった。いやマタドールかな。スコール、水の地層入ってるからスコールもう一回打ってこないとして、でブリッツランサーも殴るしかないっしょ。うわー、術上書きできないもんね。何か地層が変わりそうな悪感切り。いや変わらんよな、変わらんよな、変わらんよな。パワー比変わらんよな。
ファイナルストライク打つのか、ここで。打つなら今だよね、回復されるより前。いやー、でも島貴族にとっておくだろう。こんな雑魚のために使うのはまずいよね。ノーラさんがやばいから、パワヒノーラさん。スコール打ってくんのか。マジか、きっつ。いやー、きっつ。これは詰んだね、多分。地層が変わらんから、永遠に回復されちゃう。いやー、こっちも死なんが、向こうも死なん。これは仕方ねえなー。ちょっと、負けるか。あ、退却がある。退却すっか。ちょっと待って待って待って。石突き。まあ、石突きは嬉しいが、ちょっと戻って回復するのもめんどくさいから、リセットしよう。で、魔法スコールやってくるのであれば、デザートランスじゃなくてもいい気がするよね。玄武人ってなんだっけ？結界、試してみる。さあ、リベンジしていく。まずは、場の属性を変えるまでは攻撃しない。あー、スコール来てしまった。スコール。スコール。マジつえ、水流。はめ技やん。どうすんのこの地層っていうものは。ウィンドダートで、勝っていくしかないのか。あー、地層負けてる。パワーヒー。巻きつく。これ終わんねえ気がする。ウィンドダート。水流に勝てねえ。大進撃。そしてデミル。あー、回復されるし、地層上書きできないし。あー、終わった。いやー、ちょっとこれは厳しいな。地層の変化条件、これだけちょっと調べさせてもらおうかな。あー、なるほど。地層の変化面白いかもしれん。地の地層基本4属性、風、火、岩、水で、ニュートラル状態っていうのがあるんだよね。何もない状態で、地層の変化っていうのは必ずっていうか例外もあるんだけど、基本的にはこのニュートラル状態を経由して変化していく。なので、例えば水の地層を火に変えようと思ったら、2回変える必要があるんだよね。1回変えると直接火になるんではなくてニュートラル状態になる。で、もう1回地層変化が起こると、そこから例えば火とかになっていく。で、基本的には魔法とか大進撃を使うと 25% の確率で地層変化が起きる。ただし例外があって、スコール、クイックタイム、火星の砂は 100% 地層変化が起きます。スコール、反則かよ。マジか。 FF8 強すぎだな。スコール、スコール打たれたら地層変化 100%。 でも火星の砂って売ってたよね。ちょっと待って待って待って、買いに帰ろう。ほら、あった。火星の砂、ボルカの最強か。これを買っていこう。250、いや、でも背に腹は変えられん。6ターン、6個で足りるか。いや、待て待て待て、1508、買っていこう。でも、アイテムは、盾は捨てらんねえか。盾はさすがに必要か。それ以外は、火星の砂で埋めていく。これでしょう。さらに2個買い足しました。計10個持たせた。傷薬なんかいらん。いやー、でも地味に火星の砂ってすごいよね。火星から持って帰ってくるってさ、多分相当高えよ。んで、装備するのはこれでしょう。強化道具、これは必要。
これマジ強いからな。14級でしょ。え、基本全員欲しいよね。クロースヘルム、バンブレイスを外したとしても強化道着の方が強い。となると4着はあって損ではないな。え、なになに、お金を出したからといって買えるものではない。武道着が必要ですって何、どういうこと？材料いるのか。でもさ、武道着1個は持っているが、ノーラちゃんを脱がせたら買うことができる。あー、なるほど。へえ。いやー、強化道着強いんだが、そもそも材料の武道着が売ってないんすよね。仕方がない、こうしよう。さあやっていきましょう、水流リベンジ戦。最初は水の地層が入っている。だから火星の砂を投げなければいけない。マタドールどうしようかな。最初はスコールの確率が高そうだから、カウンター技は控えていこう。そして誰で火星の砂を投げるか、ノーラさんでいいか。ノーラさん火星の砂投げながら、ロビンは攻めていく、ウォードも攻める。そして、一応回復を入れよう。パワー比、スコール打たれた時に、カタリナさんとノーラさんは食らうので、一応回復入れとく。巻きつきか、死んでしまうな。タチアナさん死亡、まあ問題ないな。タチアナさんに回復を入れていく。そしてこれで属性がニュートラルに戻る。ただニュートラルなんで、次のターンも火星の砂を投げていく。ノーラさんはあと1個か。そうしたら次はウォードさん、なるべく分散させておこう。ウォードさんで投げる。でロビンはタチアナさんを起こさなければいけない。でここで火星の砂を投げていく。ライピが入る。384、そうだね。あー、マタドールしとけばよかったと思うが、まあ期待値的にはおそらくマタドールしない方が高いんじゃないかな。2ターンに1回くらいマタドールできればいいんだが、さすがにそんなにカウンター入らないでしょう。よしよしよし、火の属性になった。でここで、火星の砂を打つ必要はない。仮にスコール打たれたとしてもニュートラルに戻るだけ。ここは全力で攻めていく。HP もカタリナさん大丈夫だもんね。スコール打たれてもおそらく死なないだけは確保されている。うん、生命の杖どうしようか。パワヒかな。ブラッティーソードのダメージ正直期待できないよね。パワヒ打っとくか。ちょっと安定を取りすぎた可能性もある。あー、そうだね、安定取りすぎましたね。十文字タチアナさんでも250、200ちょいくらいは多分出るから、殴っておいてもよかったかもしれん。次のターン殴るか。あれ、これもしかしてさ、対策したらおかしいな。対策したらさ、乱数調整されるっていうのあるあるじゃない。なんかシンサル対策したらさ、シンサルすげえぬるい行動パターンになるとかさ。スコール打たれないんだが、なんで私の対策の成果を見せる時なのではなかろう。オッケー、来た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 、それよそれ、待っていた。74ってか、カタリナさん硬で、これで火の地層だったから、水の地層にはならずニュートラル状態に戻る。よし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 、分かってきた。ここはしっかりロビン、タチアナさんで回復を入れていこう。そしてもう一回スコール打たれた時にノーラさんが死んでしまう。となるとカタリナさんかウォードで火星の砂。カタリナさんで投げ、カタリナさん先制した方がいいかもしれんね。デザートランス陣形は、攻撃後に盾効果2倍、防御が発動する。と
となると、ライピは打ちながら、ノーラさんもエイミング打ちながら、ここで回復をしっかり入れながら、ウォードさん、もうブルクラ打てないしね。ウォードさんで火星の砂打っていこう。ちなみに火星の砂、ウォードさん、ラスト。そろそろやばいな、倒せないと。パワーヒで、カタリナさん回復。さあ、これで、行動後、防御状態。だから硬いのか。なるほど、だから硬いのか。ノーラの半分っていうのは、防御状態が入ってるっていうことですね。いいね、デザートランスに、カタリナさんの、足の速さ、プラス証券の足の速さがかなり相性が良い。この陣形向いてるな、我々に。地層はニュートラルか。あ、ニュートラル状態からスコールで水になって、火星の砂でもう一回ニュートラルに戻してきたってことか。なるほど。火星の砂を誰が持ってるんだ。もうあれか、カタリナさんくらいしか投げられん。ノーラも持ってるか。ノーラで投げるか。で、一応カタリナさん回復入れておくか。微妙に減ってはいる。さあ、ライピが入る。スコール。またニュートラルか。属性ニュートラル。火星の砂が持たねえ。やべえ、なんかぬるいとか言ってたら、スコール打ち出した。やべえ、余計なこと言ったかもしれん。タチアナさんが火星の砂まだ2個持ってるから、タチアナさんで投げていきたいね。で、ノーラ HP 減ってるから、ムーンシャイン、ロビンさんで回復していくのがいいでしょう。ライピー。倒せてくれ、そろそろいけんじゃねえの？まだか、スコール！厳しい。AI が厳しい。ノーラさんが死んでしまう。しかし、回復、噛み合わせていく。待て待て待て、あの発言がフラグだったとか、やめてくれ。火星。しかし、ニュートラルには戻せている。ニュートラルに戻せているから、回復、敵の999回復は発動しない。タチアナさんでもう一回火星の砂を投げるか。いやー、火星の砂が強え。これなかったらさ、勝てんよね。スコール厳しい。マジ言ってんのか。スコールしか打たねえ。いや、これニュートラルに戻った。ロビンが持ってるから、ロビンの火星の砂を消費していかないとまずいね。ロビンだけが余計にも、お、あし！くっ！来た来た来た。これは戦略の勝利だったのではなかろうか。よし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 。しかもロマサガ3システムが分かってきた。そして、サガはね、こういうシステムが分かってくるとより楽しいよ。そして取れる一体何が、待て待て、俺持ち物がいっぱいですとかさ、さすがにないよね。 5までだっけ。あと3つ持てる。あれ、うん、え、開かない。待て待て待て、魔獣の皮ってさ、開発素材じゃん。よしよしよし、ストッパーがやっと1個解消された。ちなみに火星の砂は1、2、3、4、4個余りか、6個使ったと。そして、ロブスターと別れる。ちなみにちょっと間違って街に入ってしまって、クレープちゃんに変わりました。これマジでさ、タピオカミルクティーあるかもしれん。結構バリエーションあるよね。さあ、ビーストレザーが進む。さあ、ビーストレザーは21-16。打撃攻撃に強い。やや強い。状態上をやや受けやすい。21-16か。シルバーチェイル22-16。素の防御はシルバーチェイルに負ける。代わりに、打撃に強いのか。今のところいらないかな。そして増えたのはフェザーブーツ。タイニーフェザー。勇気の証必要やん。ちょっと待て待て待て、タイニーフェザーこの世界におるんか。
マジか。羽は巣で拾うのだ。間違ってもタイニーフェザーから抜こうなどと考えるな。では今回はこの辺りにしましょう。この動画いいなと思ってくださった方はコメント高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ではご視聴いただきありがとうございました。